チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちのおやつタイムは、カルビーのピザポテト濃厚チーズ味、冬に食べたいピザポテトナンバーワン期間限定ピザポテト濃厚チーズとろーり贅沢4種のチーズ仕立て。めっちゃ美味しそうな、なんかピザの上でモッツァレラとかいろいろ溶けてる感じで、モッツァレラとチェザーと、これ何やろ、ブルーチーズと、で何やろ、エメンタールチーズとチェダーチーズで、モッツァレラチーズとゴルゴンゾーラチーズ、4種のチーズパウダーがかかったポテチです。食べたいと思います。おお、チーズの香りがすごい。こんな感じ、チーズが、チェザーのオレンジ色がすごい効いてるね。うん、チーズの香りすごい。ではいただきます。あ、おお、濃厚。うん、ピザポテトファンが冬に一番食べたいピザポテト4種の濃厚。確かにピザポテトファン納得の。うん、チーズ美味しいわ。これいいわ。うん、うん、前から横でアイス食べてる。では後で行くから先食べといてってまとめて食べるからって焦げてる。焦げてんのはなんか飛ばすんちゅうたんかな。苦っ。焦げが入ってました。うん、でね、まだゆっくりポテチ食べながら、うん、なんかしたいと思います。うん、おいしい。では、またね。バイバイ。